それでは、いよいよ、福田大臣さん、大臣との、ところですね。このチャラン号の集い、まあ、私と共生というか、まあ、やってるんですけども、今回は本当に出演者の委託交渉から、プログラム作成まで何かの中で、やってもらって本当に申し訳ございません。はい、それではよろしくお願いします。
どうもありがとうございます。ですね、私ずっとチャランゴをやっておりまして、もう今年でもうかれこれっていうか30年ぐらいになってしまいます。で、まあ何年やっても相変わらずっていう感じで、もう堂々巡りっていう感じでやっておりますけど、もう本当にチャランゴとか、あとボリビア、あるいはボリビアの本当に世話になりましたっていうか、まあボリビアの師匠をはじめ、いろんな人に対する思いで、弾くたびに、いっぱいになります。で、今の曲ですけど、エル・アディエロ、おそらく20世紀の中頃にできた、現代初めての、ソロのチャランゴ伴奏曲なんですね。で、これはもう40年前ぐらいですか、亡くなりましたボリビアのマウロ・ヌニエフさんという人が作りました。今考えれば現代の我々の、チャランゴのいわゆる現代奏法というか、弾いている我々というのは彼のマエストロ、マウロの手のひらでまだこう遊んでる状態じゃないかなと思うぐらい偉大な方なんですが、次の曲も同じくマウロ・ヌニエフのもうすごく奇特な曲です。時々もっと思うようなハーモニーが出てくるかと思いますが、メドレーでお送りしたいと思います。今年の空の下で。そして、訳なんですけど、スペイン語から訳したんですけど、君の結婚式で、このエントカソリオンというのは普通の結婚式という意味ではなくて、すごくへんてこな結婚式ですね。おそらく自分が振られたんですね、その女性に。それでその結婚式に忍び込んで、冷やかすか泣いてるかどこかわからないんですが、それが2番というか真ん中に、来ます。非常に奇特な人であったマウロ・ヌニエフらしい曲だと思います。で、これから2曲、今年なんと、筑波大学時代からずっと、共演してくれてまして、17年目っていうか共演がね、いつも、一緒に演奏しています。紹介いたします。ホセ・イヌーセ・ギター
大好きな国です、アルゼンチン。で昨年、本当に、20年ぶりにというかコンサートに行きました。アルゼンチン北部ですね。実は今日着ているポンチョも、そこのアルゼンチン北部の特有のポンチョなんですが、いわゆる花祭り、あれで有名な馬若とか、あちらの方で着られているポンチョなんですが、音楽はさておき、アルゼンチンといえばワインなんですね。特にビーノティント、赤ワイン。世界でこれ輸出量が5番目です。これすごいですね。それで、いろんなワイン畑とか、ワインで働く人に捧げられたあるいは歌った曲があるんですが、これはもう極めつけですね。アルゼンチン北部のサルタ、カファジャテっていうところがあります。私もワイン部で何回か見学しに行ったことがあるんですが、その途中歌った曲です。砂地のふるさと、本当に砂漠の中にオアシスのようにブドウ畑が現れるというか、そういうオーケーですね。これをします。ラ・アレノーサ、外で売っています。私のボリビアのライブ版にも入っております。トップセクは持ってますね。持ってますコピーとか。いや、コピーじゃない、本物。ありがとうございます。
ありがとうございます。